100本ノック6本目。雇用保険法特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であった時に支給される。100本ノック7本目。雇用保険法専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過してない場合、教育訓練給付金は支給しない。3年です。